こんなにもいろいろ緩和措置や軽減措置があるので、インボイス事業者の登録、慌てて行うと、そういったことはやめてください。こんにちは、長井です。インボイスで廃業の危機などと大騒ぎしている方、いろんな緩和措置や軽減措置があることを知っていますかそれらをちゃんと理解すれば、私実は登録しなくてもいいんじゃないのと、そういったことになるかもしれません。また、 インボイス事業者の登録をするという人も軽減措置などのおかげで世間が騒いでるほど影響はないよね。そういったことを理解することができますのでぜひ今回の動画は最後までご覧ください。まず早速今回の結論なんですけどもインボイス対応を行うにあたって顧客との対話と緩和、軽減措置の理解が非常に重要ですよとそういったことになるんですね。で、まずですね、インボイス事業者の登録先延ばしにしてもいいじゃん。もしくは そもそも登録しなくてもいいんじゃないのと、まあ、そういったことになるかもしれない軽減措置緩和措置をご紹介したいと思いますでまずはじめに免税事業者からの仕入れについても仕入れ税額控除を一部認める経過措置というのがあります、まあ、これはインボイス制度が始まってからですね6年間の措置ですねで前半の3年間2023年10月1日から2026年の9月30日までですね この間に課税事業者が行う免税事業者からの仕入れ、まあ、それに対して、まあ、本来はです、ね、インボイス制度、免税事業者からの仕入れ代金に含まれる消費税部分ですね、まあ、これは全額、売上の消費税から控除できないということなんですけども、まあ、8割の控除を認めましょうということですね。でその後ののの後3 30年年年間、2026 2029 10月1月月日日から年の9月30日までは、 免税事業者からの仕入れについても、その仕入れ価格に含まれる消費税の半分、5割は仕入れ税額控除、認めましょうというものですねで。具体的に例を見ていきたいんですけども、まあ、免税事業者からですね、1100円の仕入れを行いました。免税事業者に対して1100円の経費を払いましたよということですね。でインボイス制度が始まるまではですね、1100円に含まれる100円の消費税、まあ、これは全額その経費を支払った課税事業者側でですね、 消費税の申告にあたって差し引くことと。ができると売上げの消費税からこの100円の支払った消費税を差し引いて課税事業者側としては納税すればいいとそういうことだったんですけどもインボイス制度が始まるとこの100円部分っていうのは控除できなくなりますよとそれが本来の姿なんですけども、まあ、いきなりですねインボイス制度の影響がもろに出てしまうということを緩和するためにですね インボイス制度が始まってから3年間は、この100円のうち80円については控除可能としましょうということですね。まあ、ただ、20円に関しては控除できないということなので、課税事業者側、免税事業者へ経費を支払う事業者にとって、この部分が負担増しになるということですね。まあ、このことから、課税事業者側も困りますし、何より、課税事業者に物を売った免税事業者としても、取引価格を引き下げられたりですとか、 最悪取引を打ち切られたりと契約を打ち切られたりということが考えられるということなんですねまこういった経過措置があるためにまそれが若干緩和されますよということなんですねよってこのことからですねま経過措置の間は免税事業者側もですねインボイス事業者の登録無理に行わなくてもいいとまそういった判断もできるかと思うんですねまただし免税事業者にとってはお客さんである課税事業者ときちんと対話をして決めていただきたいということですね まあ、例えば、経過措置の間はですね、インボイス事業者の登録しないでいいですよねということですね、まあ。免税事業者としては、インボイス事業者の登録をする前提として、課税事業者になって消費税を納めなければならないと、そういったことがあるので、まあ、経過措置の間は勘弁してくださいよと、まあ、そういった交渉を行うことも考えられるということですね。まあ、これ非常に重要な経過措置なので、必ず抑えておいてください。で、2026年の10月1日からの3年間は、 この赤の赤部分がですね50円になると半分ですね仕入れ税額控除が認められて半分認められなくなるので50円については控除不可ということになります続いて少額特例ですね、まあ、これも非常に重要な緩和措置ということになるんですけども税込1万円未満の少額取引について一定の事業者はインボイスがなくても仕入れ税額控除ですね売上げの消費税からその分の消費税差し引くことができますよということですね で、対象となる事業者なんですけども、まあ、中堅規模以下のですね、事業者ということになります。まあ、具体的には基準期間ですね。2期前の課税売上高が1億円以下。まあ、そういった事業者と、まあ、前年上半期の課税売上高が5000万円以下の事業者。まあ、こういった事業者が対象となります。で、そういった中小事業者が行う税込み1万円未満の経費の支払い。課税仕入れですね。これに関しては仕入れ税額控除。インボイスがなかったとしても、仕入れ税額控除認められますよと。 いうことですねでこれは結構長い経過措置なんですね2023年の10月1日から2029年の9月30日までの課税仕入れこれに全て適用されますよということになりますまあ、どちらかといえばこの少額取引の特例なんですけども納税額を軽減するというよりは事務負担を軽減するとそういった目的があるんですね極端な話100円でも10円でもインボイス保存しないといけないということになってしまうのでそういったことを緩和しましょうと いうことですね、ただ、この小額とこれその仕入れを行っている事業者が、本則課税を適用しているか、それから簡易課税を適用しているかで変わってくるということですね。まあ、本則課税というのは、原則的な消費税の申告、納税方法ということで、売上げの消費税から実際にかかった経費の消費税、経費の金額に含まれる消費税、それを差し引いて申告を行うという場合ですね。でこういった本則課税を適用している事業者、まあ、その事業者が 恩恵を受けることととがでできるというここすね。まあこの課税仕入れがですね、税込みで1万円未満の取引であればインボイス不要とされますよということですねで一方でですねその事業者が簡易課税もしくは2割特例ですね、まあ、2割特例は後ほど詳しく解説しますけども、まあ、本則課税に比べて簡単な消費税の申告納税方法ですね、まあ、簡易課税に関しては過去動画で詳しく解説しているのでまだよくわからないよという方はそちら見ていただければと思います これを適用している方はそもそも仕入れサイドの消費税ですね差し引くことのできる消費税それは課税売上げからですね計算するということになりますのでそもそも仕入れサイドでインボイスが不要ということなので、まあ、特にこの少額特例があったからといって恩恵を受けるということはないんですけども、まあ、本則課税を適用している事業者にとっては、まあ、結構事務処理が楽になる規則かなというふうに思います で、この少額特例ですね、まあ、インボイスが始まってから6年間の措置ではあるんですけども、まあ、これに照らしてですね、例えば、あなたが免税事業者だったとして、少額の取引ばかりですよと、少額の売上げばかりですと言った場合ですね、かつお客さんもこの少額特例の適用を受けられる事業者ですね、まあ、具体的には基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者などでですね、お客さんがそういった事業者ばかりの場合は、 あなたにインボイスを求めてくるということは経過措置の6年間はありませんということですね。よってそういった免税事業者はインボイス制度の影響をあまり受けないということが考えられますよね。そこでインボイス事業者の登録、まあ、6年間は見送ろうとそういった判断もできるかと思います。そういった観点でインボイス事業者の登録本当に行うのというところ検討していただければと思います。そしてこれは税制改正でですね緩和されたという話なんですけども手続き期限が 緩和されましたよという話で陰謀事業者の登録、まあ、必ずしもですね、木の始めからではなくて、新整備からですね、15日目以降の任意の日を指定すれば、その日からですね、インボイス事業者の登録ができるということですね。よって、登録する時はですね、木の始めではなくて、途中から登録してくださいと、どんどん登録してくださいねと、まあ、そういった国税からのメッセージでもあるということですね。そして、木の始めからですね、切りよく登録したい。もしくは、木の始めでですね、 陰謀事業者の登録抹消したいとそういった方ですねそういった方に関してはその期が始まるですね15日前までに登録を申請するとそれから登録の抹消を申請する、まあ、それによって翌期手からですね登録を受けたり登録の抹消ができたりとそういったことが可能になります、まあ、これ税制改正の前は1ヶ月前ということになってたんですけども、まあ、緩和されましてですね15日前までで良くなったよということですねよって若干ですね機動的に インボイス事業者の登録を行う、登録の場所を行うということ。まあそういったことができるようになりました。まあこういったですね、機動的な登録などを行うことができることから、取引先からですね、言われてから、もしくはインボイス制度の影響が大きくなってから、登録を検討するということもできるかと思います。まあ必ずしも年の初めから登録をすると、まあそれだけが選択肢ではないので、期の途中からですね、年の途中から登録することもできますよということで、まあ慌ててですね、登録する必要もないかと。 いうふうに考えられるんですね。まあ、今回の話以外にも、そもそもインボイス制度無視してもいいと、まあ、そういった人たちも結構いるんですね。そのあたりも過去動画で詳しく解説しているので、ぜひそちらも併せてみていただければと思います。そしてここからはですね、インボイス事業者の登録をする方、そういった方が前提となるんですけども、まあ、登録する方もですね、税負担ですとか事務処理が緩和されますよと、そういった話をしていきたいと思います。よってイ、まあ、インボイス事業者の登録 迷ってるんだけどどううしようと、まあ、そういった方に関しても、まあ、登録しても意外と税負担や事務処理の負担重くないなと、まあ、じゃあ登録するかという判断になることもあるかと思います、まあ、ただし私永井は登録を進めてるというわけではないのでそこは誤解しないようにしてください、まあ、よくコメント欄でですねインボイス反対だとなんであんたはインボイス事業者の登録を進めるんだと国税庁の手したかと、まあ、そういったことを言われるんですけども決して登録を進めてるというわけではありません きちんと客観的に判断できる材料を私としては提供したいと。そういった趣旨ですね。で、前置きをさておき、具体的にはまず2割特例ですね。まあ、これ非常に重要な緩和措置ということになります。で、免税事業者がですね、まあ、よくよく考えて、まあ、取引先からも言われるし、まあ、影響も大きいので、インボイス事業者の登録しようと。で、登録をするといった場合ですね。そういった場合にも、いきなりですね、税負担がドンと増えると。まあ、そういった影響を緩和するために、 免税事業者がインボイス制度を機にインボイス発行事業者になって課税事業者になった場合は売上消費税の2割に納税額を抑えられますよと、まあ、これが2割特例ということになります、まあ、具体的には売上消費税かける20%これが納税額になりますよということですねでこれのいいところは通常ですね消費税の届出というのはその課税期間が始まる前にですね行わなければならないということですねでそれを行わなければ 不利な方法で申告するということを余儀なくされてしまうんですけども、この2割特例は確定申告のタイミングで、私、2割特例選択しますと。そういったことができるんですね。よって、例えば、本則課税を適用していて、2割課税の方が有利だと判断できた場合に、2割特例を適用すると。そういったことができるんですね。ただ、この措置というのは、インボイス制度が始まってから3年間の措置ですということになっているんですね。具体的にはこういった形ですね。例えば、その事業者の売上高が、 税抜きで、まあ、年間ですね500万円でしたということですねで一方で経費が100万円税抜きでかかりましたということですねでサービス業なので簡易課税のみなし入れ率50%ということですねで本則課税の場合は実際にかかった消費税で計算するので実際に受け取った消費税ですね500万円かける1 0で50万円とで実際に払った消費税ですね経費の100万円る1 0で10万円と で差し引き40万円とこれが一般課税の場合のですね納税額ということになります一方で簡易課税の場合は見なし入れ率50%を使うので売上の消費税50万円かけることの50%で25万円を払えばいいということになります そして、2割特例ですね。まあ、これは、売上げの消費税、50万円かける2割ですね。20%をかけた10万円を納税すればいいですよということで、このケースでは2割特例が一番有利ということになります。まあ、ただし、これ様々なケースがありますね。例えば、仕入れが多額にかかった、もしくは多額の修繕費ですとか、多額の固定資産を買ったといった場合は、その経費側の消費税ですね。仕入れ消費税の金額というのは大きくなりますよね。 よって2割特例よりもですね納税額は一般課税の方が減ったり、まあ、さらには還付を受けられることもあるんですね、まあ、仕入れ消費税の金額の方が売上消費税の金額よりも大きい場合はですねその差額について還付を受けることができるということで、まあ、ただ会員課税ですとか2割課税はそういった還付を受けることはできないんですね、まあ、というのは 一定率でもって仕入れ控除金額をですね、計算するからですよね。よって、きちんとあなたのケースでシミュレーションをしてください。まあ、必ずしも2割特例は絶対有利だということは言えないかと思います。まあ、ただ、一般的には有利なケースも多いかというふうに思います。そして、返還インボイスの交付義務の軽減というもの。まあ、具体的には税込1万円未満の売り上げの値引きですとか返品。まあ、そういったものに関して、インボイスですね。 これは返還する際のインボイスなので、返還インボイス、的確返還請求書というものなんですけども、それが不要になりますよということですね。で、これは経過措置ではなくて、まあ、未来永劫続いていく措置と、恒久的な措置ということになっております。まあ、例えばですね、あなたが5000円の商品を売って、 5000円値引きしましたといった場合ですね。で、その値引き分に関してもインボイス必要にはなるんですけども、いちいちですね、細かい値引きまでインボイス発行するといった場合は、非常に事務処理大変ですよね。よって、そういったことから解放するために、1万円未満、税込1万円未満の売上値引き、返品に関しては、返還インボイス不要だということになってるんですね。これはそもそも、振込手数料を想定した規定というふうに言われてるんですね。まあ、というのも、例えば、 売上代金をですね、振り込んでもらう際に、振り込み手数料はこちらで負担するので、売った側がですね、こちらで負担するので、振込手数料を差し引いて振り込んでいただければいいですよと、まあ、そのようにですね、お客さんと取り決めを行ったといったケースですね。で、その場合に、その振込手数料の処理なんですけども、消費税上はですね、値引きというふうに扱うことができるんですね。で、その場合に、その値引き部分ですね、差し引いてあげた振込手数料、まあ、これに関してもインボイス発行しなきゃいけないと。 た場合はでですすねね非常に大変ですよ、ねまあ、振り込手数料というのは何百円と、まあ、そういった少額のケースがほとんどですよねよっていちいちそんなものに関してインボイスを発行することをしなくてもよいですよと、まあ、そういったことを規定するためにこの税込1万円未満の返還インボイスが不要だと、まあ、そういったですね改正がなされましたということになっておりますまあこれも実務的にはですね非常に助かる特例ということになるんですね そして、そもそもインボイス不要ですよと。まあ、そういった取引があるんですね。まあ、これは現実的にですね、インボイス求めるとしたら、もう経済活動が回らないでしょうと。とても面倒くさいでしょうと。まあ、そういった趣旨なんですね。まあ、主なもの、こちらに挙げてみたんですけども、税込み3万円未満の公共交通機関の交通費ということですね。で、公共交通機関、具体的には鉄道、バス、船舶ということになります。よって、タクシーですとか飛行機代は、これに当てはまらないので、気をつけていただければと思います。 そして、まあ、これも基準が3万円となるんですけども、税込み3万円未満の自販機などからの物の,の購入ということですね。いちいちですね、自販機にインボイス発行してもらうと、例えば120円のジュースかなんかをですね、それについてインボイス発行してもらうというのは面倒でしょうということですね。よって、インボイスが不要とされてますよということになります。まあ、さらに、例えばリサイクルショップなどの古物商の方ですね、まあ、それから質屋の方が行うですね、 免税事業者からの仕入れ。まあ、これに関してインボイスは不要とされますよということですね。まあ、古物商ですとか市や、視野。仕入れを行う相手っていうのは免税事業者であることが多いですよね。にもかかわらず、免税事業者だからという理由で、仕入れを行って、経費を支払ってですね、それが仕入れ税額控除できないといった場合は、これらの業種の人っていうのは非常に消費税の負担、重くなりますよね。 売上の消費税の大部分を納税しなければならないということでインボイス制度が始まると非常に負担が重くなるということなのでそれを緩和してあげましょうということでこういった方々たちはですね免税事業者からの仕入れに関してはインボイスがなくても仕入れ税額控除を認められますよということですねそれから宅建業者が行う免税事業者からの建物の購入、まあ、これもインボイスは不要ですよということですね、まあ、特に中古のですね 建物を売買しているような事業者は、まあ、中古の建物を買ってきてそれを売るといった場合にですねその購入元というのは一般消費者免税事業者であるということも非常に多いんですねにもかかわらずインボイス制度が始まってその免税事業者から購入した建物に含まれるです、ね、消費税を売上の消費税から差し引けないと、まあ、そういったことになってしまうと宅建業者の税負担非常に重くなるでしょうということですね、まあ、そういったことに配慮して 宅建建業業者者が行う免税事業者からの建物の物購入、まあ、こういったものに関してはイインボイス不要ととされますよということになります、まあ、この古物商質屋それから宅建業者に関してはあくまで免税事業者からの仕入れ免税事業者からの購入に限られておりますので、まあ、相手が課税事業者だったら当然インボイスを発行してもらうことは必要ですので気をつけていただければと思います。 そして最後ですね農協ですとか漁協を通じた購入ということで農協漁協を通じてですね農作物とかですね魚介類を仕入れたと、まあ、そういった事業者に関しては、まあ、なかなかですね農家ですとか漁師さんからです芋、ね、を発行してもらうということが困難だと難しいと、まあ、そういったことに配慮してそういった農作物の購入魚介類の購入に関して インボイスは不要とされてますとまあそういったお話なんですねでこれらに関して単にインボイスはいらないと何もしなくていいというわけではなくて、まあ、帳簿にですねきちんと必要な記載事項を記載しなければならないとまあそういったことになっております、まあ、帳簿の記載事項に関してはですね概要欄に国税庁が公表している資料を貼っておきますのでそちら参照していただければと思います ま以上がですね、まあ、たとえ、インボイス事業者の登録を行っても、ある程度緩和措置がありますよと、まあ、そういった内容ですね。今回ご紹介した措置、ちゃんと確認して、インボイス事業者の登録を行うか、もしくは登録を行うとしても、先延ばしにしてもいいか、まあ、さらには、登録を行うと決めたとしても、まあ、影響はこれぐらいかと、まあ、ま、大したことないなと、まあ、そういったことをですね、理解していただければと思います。いつも、高評価やコメントありがとうございます。このチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら是非、ぜひ、 コメント欄に書き込んでいただければと思います。今後も税金に関するお役立ち情報をどんどん配信していきますので、ちょくちょくこのチャンネル覗いていただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。